海洋警察庁は大韓民国海洋水産ブレーカーの沿岸警備隊である。かつての英称はナショナルマリタイムポリスエージェンシーコリアであったが、英称変更後も韓国語での名称はそのままである。2014年に発生したセオル号沈没事故における不手際などを教訓に、同年11月19日に国民安全署が新設されたため解体されたが、2017年に、 文在寅政府が発足し、復活した。海洋水産部の外長として、海上犯罪取締り、密輸、密入国の監視と取締り、海難救助、領海警備、海洋環境保全、海上交通安全などを任務とする。陸の警察との結びつきが強く、幹部は警察庁出身者で占められ、階級名称も警察官と同じである。 2017年現在、総人員1万16名と、官邸大将328隻、航空機24機を有する。なお、海洋警察庁は発足以来、竹島の領海警備を行っている。近年拡大する韓国の海洋権益を保護することを主眼に置き、大型警備官、サルベージ官の整備に重点を置いている。 朝鮮戦争終結後の1953年12月23日、内務部地安局に所属する海洋警察隊として、富山で誕生した。当時の定員はわずか139人、警備艇は181トン96隻だった。当初は、李昇番ラインを超えた日本漁船の打法を主目的とした。海洋警察隊は、翌年、木浦とチェジュ島にも開設され、その後も、 沿岸各地に増設、1979年には本部庁舎を三河中宮北城道に開設した。海洋警察隊の所属は内務部から商工部会務長、再び内務部へと変わり、1991年治安本部が警察庁として内務部の外庁となるにより、海洋警察隊も海洋警察庁と解消し、警察庁の所属機関となった。 出先の地区海洋警察隊も海洋警察署に名称を変更した。1993年、再開フェリー沈没事故があり、海洋安全を担当する専門組織がなく、犠牲を膨らませたという指摘を受けて、事故3年後の1996年に海洋水産部の外庁として独立した。2005年12月に本庁庁舎を松島新都市に移転した。 2006年4月、海洋警察署の上部機関として、地方海洋警察本部を設置するが、同年12月、地方海洋警察庁に改編し、新川海洋警察署は本庁直轄となった。2012年6月、チェジュ島周辺海域の治安強化のため、チェジュ地方海洋警察庁を新たに設置した。2008年2月、リア・キヒロ政権発足による、 政府組織会編で廃止となった海洋水産部から新設の国土海洋部に所属が移ったが2011年に新川海洋警察署の力義光警察が違法操業中の中国漁船船長に視察される事件があった2013年3月、牧久根政権発足で海洋水産部が復活して再びその外町となった2014年4月16日 大韓民国の大型旅客船、セオルが全羅南道鎮島軍の完売島沖海上で転覆、沈没する事故が発生した。海洋警察は初動対応の失敗や救助の不手際があり、その後に多数の不祥事が明るみに出て国民の批判が集中した。5月19日、槿恵大統領は涙ながらに会見して、 海洋警察庁の救助活動は失敗だったとして、同庁の組織を解体すると発表した。解体後は捜査機能は、警察庁に救助と警備は新設する国家安全庁にそれぞれ移管されるというもので、わずか1年での改変となる。11月19日、該当する官庁として国民安全署が発足し、海洋警察組織は5方面の地方、 海洋警備安全本部に再編された。文在寅政権の発足に伴う政府組織法の改正によって国民安全ところは廃止、再編され海洋水産部参加の海洋警察庁が復活した。アメリカ沿岸警備隊官邸バウトウェルと並行する韓国海洋警察庁官邸、太平洋6号海上保安庁の巡視船、巡視艇に相当する警備級難関、 警備官、警備艇を持つ、11階級に区分される。階級の名称は、警察公務員法等によるもので、警察庁のものと同じである。海洋警察特攻隊は、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件を受け 2002FIFA ワールドカップ直前の2002年1月に創設された、海洋警察庁の特殊部隊である。 二川海洋警察署と三地方海洋警察庁に直轄隊として設けられている。隊員のほとんどは軍の特殊部隊の出身者で海上テロ事件に対応できるよう訓練されている。また海洋警察には陸上の警察と同様に兵役服務者によって構成される戦闘警察もある。任務は海岸沿いの原子力発電所や石油貯蔵施設などをパトロールしたり、 海岸事故の人命救助訓練を行う。高校新卒採用者はこれまで陸の警察官と一緒に警察総合学校で訓練を受けるだけだったが独自の訓練が必要だとして2004年5月6日、新川市中区に海洋警察学校が誕生した。官邸運用、警備救難、捜査情報、安全環境、教養の5学科を置き、 警察総合学校で12週間の訓練を受けた者に新人研修を行う海洋警察であるが、町長には13人のうち11人が陸地警察出身者である。そのため海洋専門家は海洋警察で存在感を示せず、セオール号の救助業務が事実上失敗した原因の一つと指摘されている。同じような事例として、 日本の海上保安庁の英称が、ジャパンコーストガードになったことが挙げられる。海上保安庁の英称は2000年まで、マリタイムセーフティエージェンシー・オブ・ジャパンであったが、ジャパンコーストガードと A 称を変更した後も日本語での名称はそのままで、ある。また、台湾の沿岸警備隊である海順所においても似た、事例がある。2018年海洋警察白書、ハット ABE。 韓国旅客船沈没海洋警察61年で空中分解中央日報日本語版 http コロンスラッシュスラッシュジャパニーズ .joins.com スラッシュアーティクルスラッシュ501スラッシュ185501ド html セルベコドイコール 400& セドコドイコール4302014年5月20日閲覧韓国大統領 海洋警察庁を解体へ、へ沈没事故の対応不十分、キムテ軍。旅客船沈没、改変対象部署は、悲痛な雰囲気。朝鮮日報。http://www.chosunonline.com コロンススララッッシシュュスラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル2014-05-20 2兆百四十億五千二百万千二百六十三 HTML2014 年5月20日閲覧。カン、スン、ウー、ニューバッチスインタウン。 http://www.koreatimes.co.kr/.www.nation/.2018/.09/.35625 万1004。html。ありがとうございます。